マグノス六世、ホーコンソンは、ノルウェーの国王、ホーコン四世の子。1263年、父が、オークニー諸島に出陣中に沈没したため、その後を継いで即位した。マグノス六世は、父の政策を受け継いで、スコットランドとの戦争を継続したが、父と違って、あまり有能な王ではなかったため、次第に、戦況不利となり、1266年に、 マシ諸島の支配権を放棄して、スコットランドとは僕せざるを得なくなった。その後は、国王権力強化のために、立法権を中央に集中させ、議会とたびたび対立しては、数多くの法の改正を行った。1274年には、全国法、1276年には、都市法を制定している。確かにこの法制定により、王権力の強化と地方で、 文献的であったノルウェーの統合には成功したが、あまりに請求すぎ、数多く手がけた法改正は議会をはじめ、国民にも評判が悪く、マグノス6世は改め法をとあだなされるに至った。しかし、マグノス6世の法改正は、後世のノルウェーに大きな影響をもたらすことにもなったのである。また、マグノスは、王位継承法を制定し、王に、 後継者のない場合は、貴族や聖職者の選挙により王が選出されるものとした。1280年43歳で死去。死後、王位はこのエイリック2世が継いだ。1261年、デンマーク王エイリック4世の娘インゲボーと結婚した。ありがとうございます。